出そう。タイトル、はい、うんこを出そう。うんこを出そう。なぜなら、うんこがたまるとメンタルが落ちる。お、大腸は第二の脳なんですね。いや、まあまあ言いますけどね。ということで、うん、最近西田さんもたまりにたまると。うんこなかなか出ないです、私。あんなに快便だったのに、うん、たまってる。ダイエット中でしてね。固まりやすい。脂質をあまり取ってないもんですから。で、マネージャーのマネタク君もですね、はいはいはい、便秘マンなんですよ。便秘マン、便秘マンなんです。何その ね, ね、うんこを溜め込んだヒーロー。そう、便秘マン、便秘マン。やっぱ小学生のあだ名でうんこマンって、うんこ漏らした人につけますけど、はいはいはい、本当のうんこマンはずっと溜め込んでる人のことですから。で、私がなんでこんなにもうんこが出るのかっていうのを改めて考えてみたら、はいはいはい、生活の中にそのまあ、大腸に優しい動きを非常にしているんじゃないかっていうのを気づきまして。なるほどね。で、結構その私が快便っていうのを各地で言ってたらですね、はいはい、女の子からすごい DM とか来るようになって、はいはいはい、どうしたらうんこ出んのかって話なんで、今日はそれをちょっと西田とマネタクに実践してもらって。なるほどね。今日まだ溜まってらっしゃるってことなんで、はいはいはい、うんこちゃんたちがまだいるんだよね。まあまだ出してないです。ちょっとこれ出るのかっていうのをみんなで見ていこうと思います。わかりました。で、最初シンプルに白湯飲んでもらっていいですか。内臓温めろよっていう。その、なるほどね、あったかいもんがいいと。あったかいもん大事。なるほどなるほど。で、あの腸って四隅にクソが溜まりがちっていうあるあるあるらしいんだ。腸に四隅があるの。 ここにあるとしたら、ここ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 、だから肋骨の下をグーッと押した方がいい。上、ほこりと同じだ。四隅に溜まんだ。四隅に、ほこりとうんこは四隅に溜まるんです。あ、いや、そうなんだ。これはそうなんです。あるんだ。だから右下、特に右下をグーッと押して、こうギューッて左にスライドさせてみたいなのとか、こう、まあ後ほどそれをやってもらおうかなと思うんですけど。なるほどなるほど。大腸を動かすっていうのが大事で、はいはいはい、まずはそのあったかいものを入れてもらうっていう。なるほどね。はい、ということで白湯を用意させていただきました。ありがとうございます。これを、まあ、ちょびちょびでいいんで。はい、私飲めばいいんですか。飲んでいって、はい。ですね、そういうもんだよね。あったかさどうすか。人肌というか、まあちょっと40度とか、うん、ぐらい。あ、いいですね、うん、それぐらいだと思いますね。マネタクも。ちなみに何日うんこは出てない。2日間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 ために溜め込んだうんこ、ために溜めたうんこ。キャリーオーバー発生中。キャリーオーバー。うんこのキャリーオーバー。抵抗ある。大丈夫、大丈夫。常備してあるコップと、このハウススタジオに常備してあるコップ、コップがちょっと怖いけど、ちょっと嫌な人は嫌かも。そうね。はい、ということで大腸さんの準備運動は完了です。でも、あったかいお水を飲むことないから、朝本当は白湯飲んだ方がいいってこれのことなんですよね。へぇ、今普通にブラックコーヒー飲んでたんだけど。ブラックコーヒー飲んでました。あれのちょい足しでこれです。 MCT オイル。MCT オイル。これもう火通したらおしめだっていう話なんですけど。何が起きるの。そのままトロルって垂らしてオイルを飲むという。これコーヒーとかにぶち込んだりとかするんです。いやー、危ない。でも脂質カットしてんのよ俺今。あ、でもこれは脂肪なんないから大丈夫。これでね、あの揚げ物とかするわけじゃなくて、これ中鎖脂肪酸、まあこれはググってください。いいんですよ体に。あとコーヒーってすごいんだよ。大腸系の病気になった人が手術後にコーヒー飲むことあるんだって。すると活発になって、あの入院日数が1日平均で減ったみたいな、とか出てんのよ。コーヒーってまずすごい、しっこだけじゃないんだっていう話を今日したいです。確かに、まあ利尿作用のイメージありますよね。利尿作用はもちろんなんだけど、まあ、カフェインも入ってて、うん、大腸が動いてくれるっていうので。コーヒーはじゃあ飲もう。飲みましょう。じゃあ、なんでこんな詳しいの。あのプラスの知識入れようと思っていっぱい調べはしたんです。うんこの大悟じゃん。うんこの大悟専門の。いや、オンラインサロンやるかも。金取ってうんこのこと話すかい、お前。うんこの本棚あるかい。うんこの本棚の借りて、うんこいっぱいする猫したい。猫横行って飲むうんこ飲んで。飲むうんこってなんだよ。シリカみたいに。飲むシリカみたいに飲むうんこ。ほんと小さ
じ1杯とか大さじ1杯とかでいいと思うんだけど。うわー、でもめっちゃ油だよ。油は油なんだけど味変わるかな。確かに味どうなの。でもこれココナッツだからね、ココナッツ由来 100%。 あー、じゃあまあココナッツオイルだと思ったらまあそうそう。うわー、でもうんこの滑り出しを良くするっていう、そのなるほどね。じゃあ飲みますか。だからペペローションみたいな感じです。確かに餃子のタレみたいな、うん、あ、そう、いいじゃん。ラー油とかそうだと思えばいいじゃん。そうだと思えばいいじゃん。じゃあやだよ。こんな量飲みたくねえよ。行ってください。飲みますか。うんぱいって。これで飲む。友情一気、友情うんこ一気。あ、いいね。あ、でも味は全然なんか、うん、変わんない。そんな変わんない。まろやか感はあるね。いいですね。そうしたら、はい、あたすが結構朝やってるやつ、簡単に真似できないけど、うん、バカ高いけど、これワンチャン行ってみてっていうのがありまして。なんですかそれ。もう嘘みたいなとこから出してる嘘みたいな商品なんだけど、はい、美人研究所っていう会社が出してる。美人研究所、この、まあ、要は発酵食品で、ほう、この中にちょっとなんていうの、ドロッとしたものが入ってます、はい、で、まずいです。ただ大腸にめちゃくちゃいいよねって、腸内環境もすごいいいし、便改善できますよねっていう。へえ。マクロビオティックビューティーペーストだから、ペーストです。いろんな食材、体にいい食材を8年熟成させたペーストです。腐ってんじゃねえ、もう8年は。こう急にこれで忘れることないから。なんかね、ちょっとこれも私も飲もうか。じゃあなんか例えようのないこの色なのよ、この黒さ。うわ、いってみますか。じゃあいってみますか。いただきます。あー、まずい。これでもめっちゃ高いの。おいくらするのこれは。これ数本入って7000円ぐらいした気がする。ちょサイトで調べてください。うんこのためにお前7000円かけてんの。いいうんこ出すために。だってうんこは全てだから。金かかんのかい、便秘直すの。だからこれは本当特効薬というか。なるほどね。もう何やっても効かねえんだよなって人は一回やってみてもいいかもねっていう。マジ。あとはそしてホットバナナですね。ホットバナナ、はい、これを温めてチンすんのよ、うん、これここに備え付けのまただこれね。これでお腹痛くなったりしないでね。これマジでメンタルスペースにある。食器、犬とかが飯食ってる可能性もあるよ。ドッグフードとか入れてる可能性もあるよ。愛犬家が集まってね。そうよ。これ一旦、はい、レンチンしてきて1分半とか、うん、1分半、うん、温めた方がいい、普通のバナナよりは。温めてぐじゅぐじゅってしてこういうのを混ぜる。あ、でこれ本当はね、加糖じゃない方がいいんだけど、無調整のやつだといいんだけど、うん、調整豆乳こういうのでやってきますって。なるほどね。はい、純粋蜂蜜、ホクホクの、ホクホクで、バナナを熱すると、はい、ほら、あー、柔らかい、柔らかいね。爆裂に柔らかくなるんですけど、チョコとかかけてえけどな、もうな本来はね。これなるべく崩していくじゃんか。はいはい。おー、まあ、うまそうだわな。あ、うまいよ、普通にね。これはここに、オートミール出た入れます。出るもの方々が食ってるやつね。で、豆乳、本当はアーモンドミルクが私はスコです。スコです。スコティッシュみたいにスコティッシュみたいに言ってる。で、これかけますね。豆乳でも何でもいいんだけど、はい、まあ、健康面考えると、あんまり牛乳とかじゃない方が。なるほどね。豆乳とかアーモンドミルクとかオーツミルクとか食物繊維が入ってるやつ、はいはいはい、でこれ浸るぐらい足すじゃんか。うわ、ちょっとすごいな。ちょっと見た目すごいね。これをもう一回チンするんで、ちょっと一回ちょっと 見た目見せてあげてよ。これ朝方の渋谷いや言うなよお前それを。みんな思ってたけど多分俺ら食うやん。そうよ。そう、でも美味しいから。土砂物っぽいわ。なんだ、美味しいんじゃんとは思うから、うん、で、まあでもな、大箱入れてもいいかなぐらいの感じ。大箱は食物繊維のやつなんですけど。大箱って何よ。
植物の種子の皮を粉砕した粉なんだけど、これ入れるともちもちになったりとか、食物繊維が入りまくってか、でもあんまり毎食取ると逆に良くないんだけど、入れたいね。でもプルンとはしますよね。プルンとはしたいね。まあ今日はもう究極のうんこ出しメニューにしたいんで。うんこ出しメニュー、これは別にあの味しないんで。なるほどね、食物繊維だ。そう、1分温めるほどいいですか。こんなうんこの話しながら飯食うの初めてだな。あんまねえよ。見て、もちもち。ああ、ほんまや。本当だ。ヨーグルト足しまして。あー、でもなんかやっとマシになったでしょ、うん、見た目的にはなんか食べれる感じになった。これは蜂蜜。これはもう気分的な問題で、甘くした方が美味しいので。確かに甘い方がまあ嬉しいよな。そうで、蜂蜜って別に体に悪くない、白い砂糖よりよほどいいので。最後のクソみたいな感じで、ね、ブッピッピッっていう、こいつがブッピッピしちゃいましたね。先にブッピッピしてましたね。先にこいつの方が先にうんこしちゃいましたね。こんなうんこの話しながら飯食うのやだよ。はい、こんなもんでしょ。ちょっと甘くしすぎたかも。はい、いただきます。いただきます。うん、うまっ。うまい。バナナの味が強いね。そう、ちゃんとバナナうまいから、うん、これはもうほんと寝ぼけてる時に食べるから、そのミルクボーイさんのネタじゃないけど、うん、寝ぼけてないと食えないって感じ。コーンフレークね。コーンフレークと一緒。うん、さあ、レンタルスペースの食器で。やめろ、お前言うな。一気に書き込みました。レンスペ食器で。思い出したくないんだよ。誰が使ったんでしょうか、一個前は。本当だよな、うん、汚ねえな。一気に無理になった。おえってなってる。前卓がおえってなってるぞ。大丈夫、女子会女子会。前にやってたの。前にやってたの。うん、昭和女子大学テニスサークルです。あ、汚いな。なんでだよ。昭和女子大学テニスサークルちょっと確かにな。なんでだろうな。なんでよ。明治大学軟式野球サークルかもよ。さっきまで言った感じする。次がですね、玄米ご飯。あ、玄米。リアルに私が毎日食べてるんだけど、これ。玄米を主食に。おかず、出ました。赤目。出た、赤目。またの名を海の納豆と書く。海納豆ね。はい、赤目は、これもう毎回ラジオでも言ってんだけど、リビングで赤目食って、そのままピンポンって来て立って、うん、玄関まで行ったら玄関まで糸引いたっていう逸話があるんですよ。本当かお前。本当なんです。嘘じゃねえか。やばいやばいって言ったらもうピーって、美術館のレーザーみたいにもピーって引いてたんですよ。それぐらい、ミッションインポッシブルで避けるやつ、ね、避けるやつみたいになってたことがあるぐらい。なるほどね。納豆より伸びんのね。へえ。その吸着性が非常にうんちっちにも良くてですね、プラス納豆も持ってきました。はい。で、納豆に私酢をぶっかけます。え、この組み合わせマジで好き。これまあ普通のついてるタレも入れつつ、はい、普通の酢。ええ。で、な、原理知らないんだけど、うん、酢入れると信じられないぐらい泡立つっていうね。なんかあるんだろうな。なんかあるんだろうな。科学的な何かだな。これあの理系の人教えてください。どういう意味ですかこれ。確かに。はい。分けましたね。分けました。で、酢納豆をこういう。酢納豆。ごま豆みたいな。酢納豆。うわ、もうこれがごめんね、本当にまたうんこみたいなインサートですけど、なんか草食動物って感じだね。でもすごくない、ほら。おお、みんなもうチーズホットクでやんないで、これでやって、みんな。ほら、もうリビングまで行くじゃん、ほら。でも、ちょっと穴がちでしょ、ね、あれ、穴がちってお前、穴がちってお前。うんこの話してる時、お前穴がちって穴でガチガチで。あ、いい匂い。納豆大好きやから。で、レンスペザラじゃないしね、もう。確かにね、それはいいね。レンスペザラじゃないのが一番いいね。これもう、ほんと汚い話、混ぜちゃってもいいし、もう。ああ、確かに。ぶっかけて、ガーですよ。うん、いたれ。いただきます。うん、うまい。
うん、まっうまいわ。フレンズ目皿でできなかったらこれができる。レンスペザラってなサラダってずっと言ってるけど、じゃあレンスペザラだもんな。でもあんなのレンスペザラの買いやすレンスペザラに抵抗を示す会じゃん。うんことレンスペザラのその日本橋だ裏テーマいらねえよ。うんこより汚いと思ってるの。レンスペザラの方がいいよ、そのスマホの画面みたいなレンスペザラの方がうんこより汚いいいよ、そんな年です。下使ってもいいかな。お、床？床に。レンスペ床は大丈夫、ちなみに。もうちょっとなんか、嫌は嫌だけど。ちょっと汚い。今いいって、潔癖の時間。こうこうってなるのか。こうして、膝抱えるような感じで、それを左右に膝をつけるみたいな。左右の床にこう、こう、そうそうそう。あ、で上体はそのままの感じにして、あ、ねじる、ねじるってことなの。なるほど。そう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 。そしたら、はい、次、足を床につけないようにこういう動きできる。そうそうそう、チャリ漕ぐみたいなやつで足をつけないように、そう筋トレだな、普通で、なんか、やっぱその腸の四隅を揉んでほしい。こういう感じで、こういうので、こうやるといいらしいです、はい、先生じゃん。うわぁ、なんか資格とか持ってましたっけ。脳免許です素人の施術、あまり皆さん真似しないようにね。自分だとこう加減して、自分かわいいじゃん。これはもう人の手でやってみます。痛いぐらいいく自分だとな、そんな強くいかないもんな。しかし脳免許脳免許無免、無免腸もみし痛いぐらいの施術してる腸もみブラックジャックさあ、こっちも行きますよ。いや、俺いいわ。黒い方も行きます。俺いいわ、俺いいって。黒い方も行きますよ。いや、おいつえな。おいつえな。ちょっと、腹筋に力入れないでください。怖えよ。笑わないでください。沈む。怖いぐらい沈む。怖いよ。あ、怖い。嫉妬したの初めてだった。クソ、俺より先にっていう。もう怪しい、なんか演出面でも取れ高あったもんな、完全に。なんか、なんで悔しいんよ、西田の女で。取れ高のある部屋。皆さんもいい改弁ライフを。ありがとうございました。